SDGs。 みっけ山陰 SDGs。 今回は鳥取県江府町にやってきました。この豊かな自然の中で SDGs を見っけしたいと思います。江島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。江府町は美味しい水を育む豊かな自然環境に恵まれた地域です。今日はそんな江府町の環境を生かし開校した奥大山自然塾を紹介します。奥大山自然塾は水、自然、地球環境を考える教育プロジェクト。エバーランド奥大山周辺の広大なフィールドを生かし、自然と共生した新しい時代の新しい生き方の拠点を目指しています。 SDGs 目標4、質の高い教育をみんなに。13、気候変動に具体的な対策を。や14、15、海や陸の豊かさを守ろうにもつながる取り組みです。五感で感じて学ぶ体験プログラムでは、自然の中で視覚、聴覚、味覚、触覚、嗅覚の五感を使って自然、地球環境の大切さを体感します。ミヨンさん、ここに地球があります。もしも地球がこのような1メートルの大きさだったら、地球上の水を集めるとどのくらいの量になると思いますか？お風呂の湯船一杯分くらいですかね。実はビール瓶1本分なんです。1本分ですか？はい。水は人間だけでなく全ての生き物が使います。その中で人が飲料水として利用できるものはほんのわずかです。どれだけ貴重かということを知ってもらいたいと思います。私たちが毎日当たり前のように使っている水、なくてはならない水、普段から水を大切に使わないといけませんね。そうですね。体験プログラム46億年地球の道では、地球の歴史を460メートルの道に置き換え、歩きながら地球と人類の歴史を遡ります。地球環境はどのように変化してきたか、人類は環境に対してどのような影響を与えてきたか、環境保護には何が必要かなどを学びます。ミヨンさん、次は森の恵みをもっと体感できる場所へ行きましょう。行きましょう。楽しみです。次回も引き続き奥大山自然塾緑の教室お楽しみに。